はい、今回は呪いを飲み込んだ王のシミツを言っていきたいと思います。装備に関してはまあこのような感じでなってます。でノックバック耐性がないんで、ノックバックをにしないためには一番端っこの、そうですね、ここまでモンスターを持ってきて、でそれからノックバックしても大丈夫のように壁を線にしてます。でこいつの場合は基本的にグラウンドクロスとかの性攻撃を使ってくるのと、あとは非属性攻撃がめちゃめちゃ痛いんで、もう非属性耐性をめちゃめちゃ上げるっていう感じです。なんで鎧に関しては性鎧で、肩に関してはそうですね、ファフニールブレスをつけて、ファフニールブレスと V 立てをつけて、さらにレジポ飲んで非耐性を上げてるっていう状態です。まあプラス9ファフニールブレスにしちゃう、してあげれば属性耐性が100は取れるんで、本当はそっちの方がいいんですけど、まあプラス9はちょっと値段が高いんで、そうですね、今こんなような感じになってます。で回復剤はイグミのみを使ってます。こいつもそうですね、多分超フリー使ってくるモンスターだと思うんで、まあ比中はある程度は欲しいのかなって思います。 5,60% あれば大抵ある程度当たってくれると思うんで、そうですね、まあそんなような感じでモンスターを討伐してるっていう感じになります。はい、このような感じでした。ご視聴ありがとうございました。